2016年7月18日、北海道のアイドル好きが集結するとあるオーディションが開催されました。カワイアン TV プレゼンツ北海道アイドル選抜ドリームチームオーディション。どうも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 、皆さん盛り上がっていきましょう。本日司会を務めさせていきますゴールデンルースと申します。よろしくお願いします。どうも、いい感じですね。北海道から全国で戦えるアイドルを生み出すべく開催されたオーディション、出場者はご覧の12組、計47名。この北海道のご当地アイドルの中からメンバーを選び、ドリームチームを結成します。選抜されたメンバーにはなんと特典もあるぞ。8月8日の月曜には本日勝ち残ったメンバーによる決勝戦を行います。なるほど。見事選抜メンバーに選ばれますとカワイアン TV 特別出演権獲得、その他特典が用意されてるんですよ。なるほどね、うん、決勝への出場権を獲得するのは一体誰なんでしょうか。早速一組目はパステルカラーが似合う現役学生グループ、カラフィリティです。よろしくお願いします。お願いします。いつも幸せいっぱい、まいにゃんことまいです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、夢見る夢たんこと時安夢です。これ英語にしたらタイムセールドリームってなるんで、よかったら覚えてください。よろしくお願いします。イエーイ。はい、牛タン大好き山川まりんです。よろしくお願いします。イエーイ。カラフリティのリーダーミッキーことみつきです。よろしくお願いします。イエーイ。まずはアイドルにとって最も重要といえるライブパフォーマンスの審査です。このオーディションは個人戦、喋りでうまく自分をアピールしなきゃダメだぞ。
ちなみに皆さんは札幌スクールオブミュージック&ダンス専門学校から生まれたアイドルということで間違いないでしょうか？間違いないです。なるほど。私アクターズコースなんですけど、うん、俳優コースと一緒に演技のお勉強をしています。じゃあ演技とかも結構できるんだ。上手かどうかはちょっと。それも演技だろ。私はダンスコースのダンスプロフェッショナルコースっていう、オールジャンルみたいな感じので踊ってます。あ、じゃあ踊りが注目ってことだね。はい。調子に乗った感じが鼻につきますけど。はい、以上のライブパフォーマンス、自己アピールの2点で審査。ファン投票と審査員によって決勝出場者が決まります。続いてはみんなにハッピーを届けるカラフルなハッピーを身にまとった6人組。はい、私たちはモットーは初心を忘れることなく、辛い時、落ち込んだ時、悲しい時、そして楽しい時もみんなに笑顔とハッピーを届けたい。その名も2代目ハッピー少女です。よろしくお願いします。決まりましたね。はい、ゆいなのこと好きってゆいな。好き。ありがとうございます。リーダーの宮崎ゆいなです。よろしくお願いします。イエーイ。ピンク担当山田京香です。よろしくお願いします。イエーイ。イエロー担当の本田美久です。よろしくお願いします。イエーイ。緑担当の新谷由美です。よろしくお願いします。イエーイ。ハッピー少女オレンジ担当ヤヤタンこと鈴木弥生です。よろしくお願いします。イエーイ。ハッピー少女の紫担当尾崎きすみです。よろしくお願いします。イエーイ。なんか一人ずつの特徴というか、なんか PR ポイントみたいのなんか教えてほしい。あ、なるほど、アピールね、うん、はい、私は今、大学4年生みんな就活中での中2ヶ月前にデビューしました。うん、おってことはじゃあ就職は何もせずにアイドル一本でやっていこうと思ってるってこと？はい、そうです。おお、意気込みはかっこいい。かっこいいな。はい、うん、スポーツが大好きなのでハッピージョイチ高く飛びます。高く飛べる？本当に？はい。え、ちょっとリーダーとさ、ちょっとさ勝負だ、比べてみようよ。なるほど、うん、一斉ので、いくよ、一斉ので、うん、変わらないな。いい勝負。あれ、あれ、おかしいな。いい勝負、いい勝負、すごくいい勝負。私の特技を、お、後方倒立回転っていう。すごい。もうちょっといきなり本格的。後方倒立回転。はい、お願いします。おお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 あれ、もしかしてさ、あっちの方がスポーツできちゃうんじゃない？ちょっと待ってください。ジャンプのあれ、やばい。もうちょっとなんか見せてよ、ちょっと。確かに。じゃあブリッジします。あ、ブリッジ、できるの？ちょっとやってみよう、ブリッジ。ブリッジやってみよう。うん、ブリッジ。おお、お、お、あれ、おお、何、すごい。おお、できるじゃん。すごい。はい。Sound out.
続いては大人っぽい雰囲気を醸し出す実力派ユニットディアーナの登場。その歌唱力にも注目。アイナこと寺岡愛羅、16歳高校1年生です。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。はい、ひらがな表記で笹谷優香です。よろしくお願いします。イエーイ、ありがとうございます。はい、お願いします。お二人は仲いいの？はい、仲いいです。仲いいです。本当に突然 仲いいからやり始めたんで、一緒に仲良さがもう行き過ぎて二人でもう舞台立っちゃおうみたいな。そういう感じですね。アニメの話で盛り上がって、はい、わーみたいな感じで。すごい、じゃあやっちゃうってなって。うわすごい。どこで出会ったの？ライブ会場。ライブ会場で。ライブ会場であったの？お客さんだったってこと？いや、二人とも出演者として別々の方で来てて、一人で歌ったりとか、フリーで来てて、なるほど、ソロで来て一緒に。あ、その時じゃあ二人で密会して、二人でやろうみたいって、そこで別々出て、はい、すごいね。すごい。え、休みの人が二人で遊んだりするの？そしたらたまにしますね。あ、本当に、はい、会話の中心はずっとアニメ。そうです。掴みたい、やいやいやいや。
中にはソロでの参加者もいます。はい、南幌町特産品少女スペシャリティガールズから来ましたリリーです。よろしくお願いします。はい、お願いします。南幌町に移住してもらう人を増やすとか、一大プロジェクトじゃん。そうなんです、になってんだリリーさんが。はい、うん、一応。ちなみにじゃあ南幌町に住まれてるってことですか？あ、札幌市。あ、いや、あれはおい、おしゃれなあの子真似するよ、高校1年生16歳のももかです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。目撃したんですけど、あのお母さんとね今日ね来られて仲良く2人でお母さんと会場入りということで。好きなところ、お母さんの好きなところ、これいいじゃない。好きなところ、うん、天然っぽいところですで、ちょっとバカなんですよね。ちょっとバカなの、はい、え、ももかちゃんそういうとこ血受け継いでないの？多分受け継いでるんですよね。受け継いでるちゃんと。いや、なんか結構言われます、うん、え、なんて言われるのももかちゃんは。なんか、うん、どんなところで転んでんのとか。ああ、たまにいらっしゃいますよね。このすごい何の変哲もない平面でつまずいたりする方。うん、なるほどなるほど。そういうタイプだ。でも踊ってる途中とかここでこけとかたまにあります。あれ、たまにやっちゃうの？そんなこと言われたらちょっと今日期待しちゃうよ、ね、ちょっとね。楽しみになっちゃうな。今日は頑張ります。今日は。今日はこけないように頑張ります。こけずに。ハッピーシューサーサイズ君の胸の奥まで届くようなメロディーから。マイピーこと水島舞です。よろしくお願いします。はい、マイピー。自分のいいポイントみたいなね、こう自分のアピールポイントありますね。あ、なんか私のチャームポイントがまつげが長いんですけど。まつげが長い、見えます？見えるかな？見えないでしょうね。見えないね、ステージこれはね。あとで見に来てください。あ、見せてくれるんだ。まつげが長いんですよ。なるほど。まつげが長いところね。この目力で一人一人と目を合わせ、うん、アピールしていくという。なるほど。目で殺しちゃう的な、うん、そうですね。目で掴んじゃう的な、メデューサ的な感じで。メデューサ的な感じで。あっ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 、僕らは旅の途中で見つけたんだよ、一人ぼっちでいる気
さんこんにちは、まいちゃんです。ありがとうございます。もうすでにもう熱狂的なファンが立ってるじゃん、心すごいな。芸歴13年。え、これで13年。いくつなんですか？16 30だろ、意外と。16歳です。16歳で13年。え、 3歳くらいからやってるってこと？それはもうアイドルという自覚を持ってやってる？いや、なんか知らない間に、なんかスクールに入って知らない、大丈夫？親が当たって言っちゃったの？怖い怖い怖い大丈夫そのじゃあ今日はあのういういしい、あの13年目のまいちゃんさん見れるってことだから。なるほどね、はい、皆さん盛り上げてくださいよ、ね。続いての挑戦は所属事務所から選び抜かれた仲良し3人組。私たち P ガールズです。よろしくお願いします。お願いします。はい、 P ガールズ白担当渡辺美優です。よろしくお願いします。イエイ。お願いします。ピンク担当レナチコと斉藤レナです。よろしくお願いします。はい、 P ガールズ青担当チーアンこと稲葉千尋です。よろしくお願いします。イエイ。ピーズプロダクション所属の、はい、なんと選ばれし選抜メンバーというふうに書いております。え、やった。何人ぐらいから選ばれたの？あれ、これ3人しかいないパターンじゃないの？そう、そうです。そうなんかい書き方よ。ちょっとさ、ミュージャー気になってたんだけど、はい、このさ、T シャツのここちょっとみんなに見せてあげて。
これ大福って書いてるけど何なの？これはそのなんか白私白顔が白くて丸いのでファンの方から大福ちゃんと呼ばれてたので自分で書きました。そういう風に呼ばれてどう思うのそれは？いや、うん、嬉しいかもしれない。嬉しい？大福って呼ばれて？なるほど、ね、ちょっと変わってるね。3人は仲良し、仲いいですか？はい、はい、じゃあさ、仲いいとこ見せよ。お互いにさ、こういう順番でみゆちゃんがれなちゃんのいいとこ、れなちゃんがひろちゃんのいいとこ、ひろ、ね、ちゃんがみゆちゃんのいいところ、いいところ言い合うっていう、みゆちゃんが思うれなちゃんのいいところ、笑顔が可愛い。笑顔が可愛い。あ、見せた見せた見せた。いや、いいね。うるさいわ。ブーイングがちょっと口悪いんだね、れなちゃんはね。はい、じゃあれなちゃんが思うちひろちゃんのいいところは？ちーちゃん結構ダンスを教えてくれるんですけど、その時の教え方が上手でとても分かりやすいので、そういうところが。あ、ダンスの先生的なところもあるってこと？いや、違うかい。教えてくれるんだ、ちょっと分かんない時とか。教えてくれます。いや、なんかダンス以外に取り柄がないから。勉強ネガティブな。そんなことないじゃない。いくよ。皆さんこんにちは。あかりが丘公園通りです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ありがとうございます。はい、にっちゃんこと錦戸聖奈です。よろしくお願いします。
お願いします。はい、綾田祖子と星野彩香です。よろしくお願いします。お願いします。まず気になる、本当は4人怖い話怖い話みたいなことが本当は4人だろ、本当は4人って書いてあるの、はい、ここは4人組で、はい、あ、そうなんだ、はい、その中から今日は2人そうです出てきたってことなんだ。なるほどね、はい、ちなみにこの名前の由来が気になります。うん、明かりが丘公園通 り, 通りっていう、はい、うん、明かりが丘公園通りっていうのは架空の公園なんですけど、その公園に集う明るい子たちの集まりっていう意味なんですよ。あ、なるほどね。なんか担当みたいのあるの、その服屋さん、お洋服屋さん、はい、あ、服屋さん担当、はい、服屋さん担当どういう服屋さんなの。その詳しい設定はまだないんですか。詳しい設定はない、それ言っちゃダメだよね。願いを込めて今星を見上げるよ、もっと近づく勇気だけください。遠くから見つめてた私を見て、クラスの女子はみんな君のこと狙ってる、グランドを走る君の目がキラキラして、時間を止めるキュンと恋心咲かせる今日、もしもこの気持ちを続いての登場は、初々しさあふれる8人組アイドル。はい、お集まりの皆さん、こんばんは。こんばんは。私たち、せーの、フレッシュです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ムーンブルーン担当、宮瀬瑞穂です。よろしくお願いします。はい、オーシャンブルー担当、中学3年生14歳の八木小道です。よろしくお願いします。はい、アバウトグリーン担当、今宮真奈です。よろしくお願いします。ありがとうございます。リンリングリーン担当、最年少、小学5年生、谷本凛です。よろしくお願いします。シャインイエロー担当、中学1年生の森香音です。よろしくお願いします。ありがとう。パワフルオレンジ担当、小学6年生、大井沙耶です。よろしくお願いします。はい、ミルキーパープル担当、高校2年生16歳の柴田美里です。よろしくお願いします。はい、今日も世界で一番可愛いフレッシュリーダー、綾瀬咲です。よろしくお願いします。8人で、はい、そうです。8人だ。2013年からやってるんですね。そうなんですよ。なるほど、はいはい、めちゃフ フレッシュだね。あ、本当ですか。年は多分今日出る中で多分一番若いと思うんですけど、一番下が小学5年生なので。そうです。5年生、そうです、すごい、はい、小学校5年生。そうです、5年生で す, 年生です。まずアピールポイントみたいの聞こうかな。自分がここを見てほしいみたいな。1年生の時からずっとダンスを習ってて、フレッシュにも2年もいるので、
はい、頑張りたいと思います。なるほど。私は笑顔でみんなに癒しを届けれたらなって思います。よろしくお願いします。癒しヒーラー、ヒーラーだね。最後まで盛り上がっていきますよ。せーの、せー。眩しい朝日に包まれ、目が覚めた時から弾け
続いては劇場型アイドル。日々の公演で鍛え上げたダンスと歌は必見。私たちチームクレレッコです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、特技は懸垂です。藤子こと藤本志保です。はい、自称永遠の女子高生アイリンこと小林愛理です。はい、最近は盾祭られています真珠こと真野樹奈です。はい、アヒルじゃないよ真昼だよ水川真昼です。はい、オムライスの国からやってきたルチコこと石田るきです。はい、今日も謝ると前回あやことさなやかです。チームワークがすごいね6人の。本当ですか？まあ、ぼちぼち息ぴったりだったよ。休みの日とかは何してる？これ全員同じで公園です。全員同じなの？全員で公園で遊んでるってこと？全員公園を毎日、まあ、土日は毎回してます、はい、毎日公演してます。6人で？はい、はいはい、なんか劇場型アイドルなので劇場があるんです。はい、あ、公園で、あ、そういうことか。あ、なるほどね。あ、すいません。あの毎日公園に行って遊んでるわけじゃないです。好きな食べ物聞こうかな。はい、私は何の変哲もないんですけどチョコレートです。あー、やっとね。いいよ、ぽいよ、ぽいぽいよ。うん、そしてはい、私は日本人なので、うん、和菓子が好きです。あ、私また渋路線に。渋いね。そしてはい、私はオムライスの国から来たので、うん、オムライスが大好きです。あー、あー、オムライスの国、ね、オムライスが好きです。ちなみにオムライスの国っていうのは、はい、あの建物とかは何でできてるんですか？オムライスの国は黄色に上が赤くなってます。あ、全部全部あれになってんだ。え、その作ってる材料とかは？材料は普通の、あの壁です。あ、普通の壁なの？そこは見た目だけ。卵とかじゃないんだ。普通の壁です。あ、普通の壁作ってるんだね。耐震とかね、色が違うだけなのね。耐震構造とかあるもんね。あ、なるほどなるほど、すいませんでした。うん、ああ、
いよいよラストはご存知の方も多いこのグループ、12人によるライブパフォーマンスは圧巻です。はい、私たち北海道発育成型フルーツアイドルフルーティーです。よろしくお願いします。お願いします。はい、皆さんこんばちおーばち、ありがとうございます。フルーティーのリーダーライム担当おーばちこと小原由香です。よろしくお願いします。イエーイ。ゆい担当春くるみです。よろしくお願いします。イエーイ。レモン担当の伊藤舞です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、きたねがーきたね、甘みも酸味も苦味も持ってるサイのことも見てくださいグレープフルーツ担当きたねサイです。よろしくお願いします。イエーイ。マンゴー担当東堂里奈です。よろしくお願いします。イエーイ。アセロラ担当の須藤美里です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、ストロベリー界の美人姫といえばトーリナちゃん。ありがとうございます。大人っぽいけどまだまだ15歳、ストロベリー担当コーリーナこと松本里奈です。よろしくお願いします。イエーイ。つもも担当の長久保桃子です。よろしくお願いします。イエーイ。ありがとう、ありがとう。プルーン担当の黒沢里奈です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、せーの、アイラブゆうかまるまるおまる。ありがとうございます。コシスタント佐藤ゆうかです。よろしくお願いします。イエーイ。ココナッツ担当の有村ほのさです。よろしくお願いします。イエーイ。じゃあ一人ずつちょっと自己 PR をお願いしていいですか。お、北海道で一番可愛いので予選は通過できると思います。よろしくお願いします。お、やかましい。なるほど。はい、お、来た、行こう。円周率が40桁ほど言えます。いや、めちゃ聞きたい。すごいじゃん。めちゃ聞きたいけど。嘘。ちょっと行ってみて。3.141592653589723238462。ありがとう。頭痛い。わかんないけど。頭痛いよ。合ってんのかな。すごい。すごいね、頭めちゃいいんだ。すごいですね。すごい。
全12組47名すべてのパフォーマンスが終了しました。果たして選ばれるのは誰なんでしょうか。それでは発表させていただきます。カワイアン TV プレゼンツ北海道アイドル選抜ドリームチームオーディション決勝進出者、まず一人目はまいちゃん。まいちゃん、ソロで参加のまいちゃんです。カラフリティから。ときやすさん、おめでとうございます。前の方に出てきてください。チームクレレッコから石田さん。お、石田さんだぞ。おめでとうございます。おめでとうございます。石田さん、新野さん。お、新野さん出ました。おめでとうございます。フレッシュから。お、大井さん。大井さん、大井さん、おめでとう。大井さん、あー、いいガールズから渡辺さん。おめでとうございます。渡辺さん、おめでとうございます。嫌な名前。おめでとうございます。ディアーナより笹谷優香さん。おめでとうございます。おめでとうございます。笹谷優香さん、おめでとうございます。なんとディアーナよりアイラさん。うわ、え、二人で？二人ともです。二人出た、二人出た、わあ、すごい。二代目ハッピー少女より、わ、山田さん。こちらへ。山田さん、恐る恐るの、恐る恐る入場。恐る恐る、おめでとうございます。ありがとうございます。本田美久さんです。わあ、本田美久さん、おめでとうございます。ありがとうございます。ブルーティーより、お、リーダー小原さん。うわ、リーダー、リーダー、北出さん。北出さん、おめでとうございます。北出はん、北出はん。手塚誠也さん。手塚さん、手塚さん、手塚さん。佐藤さん、おめでとうございます。こうして計14名のアイドルたちが北海道ドリームチームへの第一歩を踏み出しました。選ばれてすごいびっくりしたし、北の古株ってことで一番長くやってるので恥じないように決勝もいいパフォーマンス上げてきたらいいなと思います。よろしくお願いします。まさか選ばれると思わなくてすごいびっくりしたんですけれども、8日も笑顔で頑張りたいと思うので応援よろしくお願いします。決勝戦もいけるということで決勝でも絶対残りたいなと思います。応援よろしくお願いします。私はいつでも全力なことが取り柄なので決勝も全力で頑張りたいと思います。よろしくお願いします。決勝に選ばれるとは思ってなくて名前が呼ばれた時すごく嬉しくて選ばれたので決勝までたくさん練習して頑張りたいと思います。よろしくお願いします。まさか自分が選ばれると思ってなかったんですけど決勝に向けて自分らしく頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。可愛さでは負けても大人っぽさで勝負していきたいと思います。本戦も頑張ります。皆様と一緒に私たちも頑張りたいなと思います。イエーイ。まさか選ばれるとは思っていなかったのですが自分らしさをもっともっと出せるように毎日ハッピーに過ごしたいと思います。よろしくお願いします。決勝に残らせていただいてすごく嬉しいです。これから、決勝に向けて頑張るのでよろしくお願いします。自分のやってきたパフォーマンスを信じてあとファンの皆さんに楽しんでもらえるように決勝も頑張りたいと思います。よろしくお願いします。自分ポンコツってよく言われるんですけどこうなんだろう、みんなを楽しませれるようになんとか頑張りたいと思います。なんかいい結果を残せるように頑張りたいと思いますので皆さん応援よろしくお願いします。この可愛さを生かしてパフォーマンスに磨きをかけて頑張りたいと思います。思いは一つのみ、最後まで残ってみせます。よろしくお願いします。8月8日、
アカプラ特設ステージにて決勝戦。今回勝ち残ったメンバーはカラオケとダンスに挑戦。ドリームチームがついに決定します。果たして北海道を代表するアイドルになれるのは一体誰なの？